子園球場です。阪神対ヤクルト6回戦の模様をお送りいたします。連敗中のタイガース、スワローズとの3連戦最終日です。プロゲームの解説は松川光雄さん、黒木智弘さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。さあ、まもなく試合開始となります。タイガースの先発ピッチャー岩田、中4日でマウンドに上がります。スマメ打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。1回の表、スワローズの攻撃、先頭バッターは1番青木。松川さん、1打席目どう出てくるかですよね。まあヒットでもいいですし、フォアボールでもいいですし、塁に出たいですよね。やはり球筋をまず見てからということですね。最初の1球は何か。最初から丁寧に攻めてきます。2球目です。右への打球です。しかし切れてファウル、惜しい打球でした。スワローズ、果たして今日も勝つのでしょうか。変化球で2ストライク目を取りました。このスライダーで追い込みました。フライになった。ワンアウトです。センターフライに終わりました。そして次の2番田中広康、バッターボックスに入ります。第1球はどうか。まずはボールから入りました。ここは外してきました。2球目はどうでしょう。アウトコースへ決めました。3球目インコース打ちました。打球はサードへ、一塁送球、アウト。サードゴロに終わっています。次のバッターに変わります。川端、高いボールを打ちました。左方向へ。これは大きく変化しました。黒木さん、その前の近め、あれが頭にあったんじゃないですか。インサイドの近い球が頭に残ってるんでしょうね。本当にストライクゾーンを有効に使ってきますよね。まあ外は予想してたと思いますよ。体がついていってないだけですかね。はい、インコースを生かした配球できました。バッテリーボール、ピッチャーの横、取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。1回の表が終了。スワローズ3人で攻撃を終了しています。そしてスワローズの先発ピッチャー村中、前回は先発したんですが勝敗には関係ありませんでした。果たして1勝を挙げることはできるんでしょうか。1回の裏、タイガースの攻撃対します。この回の先頭イアン、バッターボックスに入ります。ヒットです。10打席ぶりにヒットが出ます。
打席に入ります。どこに入れてくるんでしょうか。バントします。取りました。二塁はフォースアウト。送りバント、ランナー送れません。いや、辰川さん、この選手が決められなかったのは珍しいですね。今のはちょっと彼らしくないバントでしたけどね。まあ確かにいつも簡単に決めてるように見えますけど、難しいんですよね。いや、さすがにね、迷いがあったんでしょうね。ですね。次はぜひ成功させてもらいたいところです。初球は変化球当たりません。2球目はどうか。この球はストレート外れました。この誘いには乗りません。3球目はどうする。決めてきます。高めの棒球を打った。右方向、打ったバッターは一塁受けた。ボールが返ってくる。そして4番バッター登場です。新井、その注目のバッターボックスです。辰川さん、チャンスが訪れました。流れが来ましたよね。はい、ここは得点まで行きたい。まず変化球で空振りさせました。2球目、この球は来るのが分かっていても手が出ません。外へのカーブは外れました。外を続けています。次が4球目。低めのボール球、右方向へ。ちょっと低かったでしょうか。さあ何を見せるか。鋭い当たり。さあどういくか。あっと、空振り三振。バットには当たりませんでした。そして5番に打順は回ります。森田、その注目のバッターボックスです。松川さん、作ってもらったチャンスをどう生かすかですよね。先制して主導権を握りたいですよね。先制点が取れれば勝ちパターンで逃げ切れますからね。まずはインコース。2球目はどう攻める。外に決まりました。このボールは見送るのが精一杯。今のは危ないボール。これはストレート、一球外しました。次の4球目、ちょっとボールが沈みましたが、セカンドランナー一気にホームを狙う。サードランナーがホームベースを踏みました。今セカンドランナーもホームイン。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。先制点で気落ちしている場合ではありません。ただここをどう粘っていくかですね。そしてバッターは6番大和、バッターボックスに入ります。外目のボールから来ました。2対0、タイガースがリードしています。外、これはボール。これも外目に行きました。このゲームはいきなり動きがありました。ここは見送ります。枠をいっぱいに使ってきます。次が4球目。このまっすぐは外れました。このボール球には引っかかりませんでした。
次が5球目。ストレート、低い打球になりました。ファーストランナーは二塁ストップ。ヒットでつなぎました。次のバッターを迎えます。マート、この追加点のチャンス、リードを大きくできるでしょうか。またついている。今拾ったかどうか。一塁に送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。いやー、黒木さん、痛い失点でしたね。早く追い込みたいんですよ。その追い込みたいっていう気持ちがちょっと慎重さを失ったのかなって気もしますね。なるほど、打たれたくないという気持ちが力みを生んでるのかもしれませんね。2回の表、スワローズの攻撃。この回の先頭バッター畠山、今日の第一打席になります。最初は変化球できました。今度はインコースに来ました。3球目、インコースボール。バッティングカウントになった。ストレートを打ってサードへの打球、一塁送球、アウト。サードゴロに終わりました。打順が変わります。バレンティ、このゲーム最初のバッターボックスになります。最初のボールは、最初はフォークから入りました。大きく変化します。際どく攻めるのか。これはボール。低めの球、外れています。黒木さん、低め低めと攻めてきますね。そうですよね、低め低めで来てますから、打たせて取りたいんだと思いますよ。かなり低めを意識してますよね。まあ、ゴロを打たせたいんだと思います。はい、ここまでは低め中心に投げています。見逃し三振。そして次の6番、宮本、今日の第1打席に入りました。どこから狙うか。初球見送っていきます。黒木さん、厳しいコースに来てますね。いいコースに投げてきますね。状態は良さそうですよね。そうですね、このコースに来ていれば簡単には打たれないでしょうね。こういう攻め方ができれば今日は問題ないでしょう。決まりました。様子を見ていった。バッターよく見ました。インコース打った。高いバウンドになりました。ファウルになります。さあ、何を見せるか。スリーアウトチェン。最後はスライダーで決めました。2回の表が終了しています。スワローズ三者凡退に終わっています。2回の裏、タイガースの攻撃。先頭のバッター富山、最初の1球、最初は内から入りました。
ピッチャー、これはしてやったり。2対0、タイガースがリードしています。打っていった。セカンドへの打球、一塁へ送ります。これはアウトです。セカンドゴロに終わりました。そしてピッチャー岩田、打席に入ります。まずは初球見送りました。バッテリー1球外してきました。2球目はどうでしょう。今度はスライダーできました。次が3球目。アウトコース打ってファウルボール。決まります。横へ曲げてきました。これで打者一巡となります。いや、まず大きく外れてボールになりました。ここは一球外します。外れました。低めの球、ボール2球続きました。ストライク。あっと、空振り三振、スリーアウトチェンジ。2回を終了しています。タイガース3人で攻撃を終了しています。3回の表、スワローズの攻撃、7番からの打順になります。竹内。初球ボール。黒木さん、ピッチャーの調子は良さそうですよね。立ち上がりからいい感じで来てますね。ここまで危なげないピッチングですからね。今日の投球見てますと、打てる球っていうのがあんまりないですね。はい、この内容であればこの後も期待していいんでしょう。2球目です。綺麗に決まった。入りました。低めのピッチングが続きます。次の4球目、外への変化球入りません。低めを丁寧に攻めています。
ファウルになります。高めのボール打った、左への打球です。サードフライに倒れました。そして次の8番ライト打席に入ります。初球を投げてストライク。2球目はどうか。変化球持ってきました。低いボール、変化球を打っていった。三塁線わずかに左、ファウルボール。また変化球できました。さあ6球目はどうする。ガーッと見送った。最後は変化球決めました。ピッチャーに回ります。村中、今日の第一打席になります。村中背番号15。第1球はどうか。その初球は外のボール、どう攻めるのか。カーブできました。さあ1球様子を見るのか。キレのある変化球、3球とも外に来ました。スリーアウトチェン、低いボール、スイングアウトの三振です。3回の表が終了、スワローズ三者凡退に終わっています。3回の裏、タイガースの攻撃、2番からの打順になります。カノー、バッターボックスに入ります。どこに入れてくるんでしょうか。初球は手を出しません。得点差は2点、タイガースがリードしています。ストレート決まって2ストライク、これで追い込みました。上がったがどうだ。この打球は詰まっています。センターフライに倒れました。そしてバッターは3番鳥谷。最初は空振りになりました。2球目です。入れてきました。厳しいところに決まりました。
ました。ライナー性の当たりフェアです。レフト線落ちた。バッターランナーは二塁になった。このタイミングはどうか。2打席連続のツーベースヒット。次のバッターとなります。新井、ワンヒットで追加点もあります。さあ返せるか。初球から入れてきました。2球目空を切ります。バッターこれは振ってしまいました。まっすぐを打って打球は三遊間へ。セカンドランナー三塁を回った。ここでヒットが出た。今セカンドランナーホームイン。3対0レフトへのタイムリー。1点を追加。その差は3点になりました。次のバッターを迎えます。森。第1球まずはストライク。高いボール持ってきました。さあ3球目外れています。バッティングカウントからの4球目見送ります。打球はセカンドへ。取りました。二塁フォースアウト。セカンドゴロに倒れました。アウトが一つ増えて次のバッターです。ヤマト、バッターボックスに入ります。まず空振りは当たりません。2球目はどう攻める。ここは大きな変化球できました。外。レフトの前に落ちます。ワンバウンドヒット。ヒットになったタイガース。今日放ったヒットの数が7となっています。打順が変わります。マート打席に入ります。何から持ってくるか。最初は見ていきます。これは入りません。3球目はどうする。このストレートは外れました。次が4球目見ましたがこれはストライク。強い当たり。大きい大きい大きな打球。ライナーで飛び込んだ。スリーランホームラン。マート、これで今シーズン放ったホームランの数を3としています。今ホームイン6対0。3点追加。その差は一気に6点に広がりました。ただいまのホームランリプレイが出ます。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。
スワローズ2番手ピッチャーをマウンドに送ります。押しも2アウトの場面で登板となります。タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。そしてバッターは8番富山。詰まらせました。この回スリーランホームランを許しています。まっすぐを打って。山口さん、はい、タイガース側です。はい、どうぞ。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのはガッと見逃し三振、スリーアウト。最後は外、振らせませんでした。途中経過参りましょう。まず横浜スタジアム0対0、両チーム無得点です。広島0対0、現在4回の表、ドラゴンズの攻撃中です。4回の表、スワローズの攻撃。こちらもこの回から2巡目に入ります。青木。最初の1球は何か。最初はボール。ここは見送ります。次が3球目、外へ持ってきました。丁寧なピッチングを見せています。空振りです。3球とも外に来ました。外への変化球、丁寧なピッチングを見せています。フルカウントからの6球目、3者連続三振。左腕がうなります。岩田テンポよく三振の山を築いています。バッター田中裕康、バッターボックスに入ります。何から持ってくるか。最初は外に持ってきました。2球目はどうでしょう。左への打球、これでアウトが2つ。レフトフライに倒れました。打順が変わります。川端、まずはボールから入りました。バッテリー1球外してきました。2球目です。カーブできました。3球目はどうする。今度はインコースに持ってきました。ここは追い込んでいます。さあ4球目、変化しました。打球はファーストへ。今のはラインの外、ファウルです。変化球打ちました。取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあタイガース、この後ピッチャーからの打順となります。他のお客様のご迷惑となることもございますので、ご注意くださいませ。
4回の裏タイガースの攻撃。対するこの回の先頭岩田、まずは初球見送りました。得点差は6点、タイガースがリードしています。遠いところにバットを出しました。今度も3球三振、打順がトップに帰ってきます。ヒア打席に入ります。最初の球は初球から落としてきました。ここは外してきました。今度はストレートを持ってきました。148キロのストレート、次が3球目、右へ行った。次の4球目、打っていった。セカンドへの打球、一塁に送ります。アウト、セカンドゴロに終わっています。バッター加納打席に入ります。最初の1球ストレート、ファウルになりました。2球目はどうでしょう。入りました。1球2球とインコースへ投げました。センターです。ちょっと上がった。ちょっと詰まりました。取りました。これで3アウトチェンジ。さあスワローズ、この後4番バッターの登場です。5回の表スワローズの攻撃、バッター畠山、まずは出塁チャンスを作っていきたいところです。まずは見送りました。変化球決まってワンエンドワン、微妙なところを攻めてきます。空振りになります。さあ4球目、アウトコース、これは外れます。この球は入りません。低いボール、一二塁間へ、抑えた、一塁へ、アウト、これでワンアウト。ここまで誰も塁に出ていません。そして次の5番バレント、バッターボックスに入ります。初球は手を出しません。これはまっすぐ。
おっと今度変化球、次が4球目、高めの球、次はどこを攻めるのか、打って今度もファーストへ転がります、取ってこれはアウトです、ファーストゴロに終わりました。次のバッターに変わります、宮本、最初は低めのボールでした、低め外れました、ボールを低めに集めます、ストレートできました、バッティングカウントになったが、落とすボールで空振りを取りました、また落としてきました、さあどうだ、これはフォアボール、フォアボールのランナーを出しました、次のバッターとなります、竹内、最初はストレート持ってきました、次のボールはここは変化球、ツーアウトからフォアボールのランナーを許しています、あっと強い当たり、交代交代、深いところに落ちた、ヒットになります、ボールをつないでいく、ツーベースヒット、ツーアウトランナー三塁二塁、チャンスとなりました、打順が変わります、ライト、ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか、最初はストレートから来ました、ボールの球に手を出しました、2球目はどうでしょう、変化球を打っていった、打球はファーストの前、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジになります、5回の表が終了、スワローズ2人ランナー残塁です、5回の裏タイガースの攻撃、この回クリーンアップから攻撃となります、鳥谷、何から持ってくるか、最初はフォークから入りました、6対0タイガースがリードしています、スライダーを投げてきました、
は動けません。次の4球目、ストレートを打ってショートです。一塁に送ります。アウト。ショートゴロに倒れました。打順が変わります。新井、まずは初球見送りました。ストレートを持ってきました。サインはどう出されたのか。外へ、スイングアウト、三振。低めのボール球、三振に仕留めました。バッター森、バッターボックスに入ります。第1球は最初は空振りになりました。思わずバットが出てしまったでしょうか。2球目です。ストライクです。これで追い込みました。次の配球は、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。さあスワローズ、この後の攻撃はピッチャーから始まります。お客様の中から選ぶベストカップル。今日は変化球中心の組み立てになっています。松川さん、代打ですね。変えてきましたね。外目のボールから来ました。ここは外してきました。2球目はどう攻める。高めを打ちました。打球は右へ。ノーアウトからランナーを出していきます。さあそして打順はトップに帰っていきます。青木、打席に入ります。第1球です。まずは初球ストライク、変化球を自由自在に操ります。2球目、外のボール球振っていきました。外へ2球持っていきました。バッターとなります。田中広康、打席に入ります。どこから行くか。初球から打ったファウルボール。2球目です。ここは見ます。2球ともインコースを攻めています。さあ3球目、変化球打ちました。打球はセカンドへ、抑えた。アウト。一塁転送、一塁はセーフ。セーフです。ダブルプレーはなりません。春川さん、ランナーの足が勝った形になりましたね。
このランナーではね、ダブルプレーは難しいでしょうね。ですよね。ああ、本当にいい走塁しましたよね。アウトが2つになって次のバッターになります。川端、低めのボール打った、三遊間抑えた、アウト。これで3アウト。さあタイガース、この後6番から始まります。スワローズ、ここで3番手ピッチャーに変えます。キューポ、中7日での登板となります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。6回の裏、タイガースの攻撃。バッター、ヤマト、バッターボックスに入ります。初球はまずは見送りました。2球目、低め決まった。ここは追い込んでいます。次はどんなボールを持ってくるか。今のはボールになります。辰川さん、ちょっと際どかったんじゃないですか。今のはよく見ましたね。さあ4球目、内へのボール打った、ファウルです。次が5球目、空振り三振。そしてバッターは7番、マーク。最初の1球は何か。最初はストレートから持ってきました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。インコース決めてきた。インコース打ちました。サードへの当たり、一塁へ、アウト。一塁はアウト。サードゴロに終わっています。そして次の8番、富山、打席に入ります。初球ストライク。フライになった。取って、これで3アウト。ゲームは中盤6回を終了。タイガース3人で攻撃を終了しています。7回の表、スワローズの攻撃。先頭バッターは4番畠山。第1球はまずは簡単にストライクが来ました。カットボール。黒木さん、ここまで完璧なピッチングが続いていますが、いかがでしょうか。腕もしっかり振れて、本人の理想とするピッチングができてるんじゃないですか。なるほど、本人もイメージ通りのピッチングができているんでしょうね。ピッチャー的にも納得のピッチングになっていると思いますよ。はい、依然として完璧なピッチングが続いています。外いっぱい決まった。変化球を打っていった。低い打球になりました。やはり0点で来ているとはいえ、この表情、ベンチは動いてくるんでしょうか。古木さん、
疲れがピッチャーに見えるようですが、いかがですか？コントロールが甘くなってきますね。まあ、そろそろ変え時かなと思いますね。なるほど。ちょっと体力的にどうなんでしょうね。次のバッターに変わります。バレンティン。バッターボックスに入ります。どこから攻めるか。まず外から入りました。これも強い当たりだ。取った。しかしショートが取っています。アウト。ショートゴロに終わっています。そしてバッターは6番宮本、打席に入ります。最初の1球、初球はストレートから入りました。変化球持ってきましたが、わずかに外れました。2つボールが来ました。ここはストレート。バッティングカウントになった。打った。抑えた。一塁に送ります。ナイスフィールディング。守備で好投に応えます。いやー、辰川さん、素晴らしい守備を見せてくれました。バッターもね、非常にいい当たりをしたんですけどね、それにしてもよく取りました。こういったプレーがゲームを引き締めていきます。さあタイガース、この後ピッチャーからの打順となります。辰川さん、変えてきましたね。変えてきましたね。初球はボールになりました。どう攻めるのか。緩いボール打った。得点差は6点、タイガースがリードしています。次が3球目、ストライク。次が4球目、打ってファーストへの打球、このままキャンバスを踏んでアウトになります。ファーストゴロに終わっています。打順が変わります。ピア、バッターボックスに入ります。最初の1球、初球簡単にストライクを取ります。際どい。一気に来るか。三球三振。そしてバッターは2番加納。最初はスライダーできました。微妙なところを攻めてきます。まっすぐが決まりました。これで追い込みました。キャッチャーのサインは、今のはボールになります。一球外しました。さあ4球目、
ート、ライナーになった、取ってスリーアウトチェンジ。途中経過です。横浜スタジアムです。5対0、現在6回の裏、ベイスターズの攻撃中です。広島0対0、両チーム得点ありません。タイガース、ここで2番手ピッチャーにスイッチします。えのきだ、2日置いての登板です。スワローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の表、スワローズの攻撃。この回の先頭バッター、竹内。最初の1球は何か。初球高めに来ました。枠いっぱいに決めてきました。これは変化球。次の配球は見送ります。ここは外してきました。あっとスイングアウト、ボール球に手を出しました。そしてバッターは8番ライカ。どこから行った。初球は手を出しません。いいところへ決めてきます。この変化球は入りません。低めに入っています。3球とも低いコースに来ました。次の4球目打ちました。打球はファーストへ、このままキャンバスに入ってアウトです。ファーストゴロに終わりました。初川さん、代打ですね。入ってきましたね。どこから行く。初球ストレートできました。次のボールは変化球、決まってツーストライクです。それにしても見事なコントロール。次はどんなボールを持ってくるか。なっとスイングアウト三振、スリーアウトチェン。さあタイガース、この後クリーンアップの登場です。スワローズ、ここで4番手ピッチャーに変えます。松岡、2日空けてのマウンドになります。
しっかり抑えてくるんでしょうか。8回の裏、タイガースの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。鳥谷。第1球。初球から際どいコースをついてきます。次の2球目。外の次は膝元インコース。得点差は6点、タイガースがリードしています。今のはボールになります。バッティングカウントからの4球目。強い当たり。さあ何を見せるか。低めのボール打って打球はショートへ。一塁へ。これはアウトです。ショートゴロに終わりました。そして次の4番、新井。初球はどうか。まずは見送りました。インコース打って、これでアウトカウントが2つ、セカンドフライに終わりました。次のバッターに変わります。関本、打席に入ります。初球です。最初は低めに持ってきました。2球目はどう攻める。ストレートできました。際どく攻めるのか。ストレートできました。ここは1球外します。さあ4球目。あっと空振り三振。スリーアウトチェンジ。8回を終了。タイガース三者凡退に終わっています。9回の表、スワローズの攻撃。この回は打順変えてトップから始まります。青木。最初の球は、まず最初のボールを決めていきました。2球目はどうでしょう。低めの球ストライク。キャッチャーのサインは、ストレートを外れました。次が4球目。変化しました。右へ。しかしファウルになります。変化球。打球は右。ヒットになる。センターへの打球はヒットになりました。打ったバッターは一塁ストップ。広安バッターボックスに入ります。まずは簡単にストライクが来ました。
2球目はどうか。今度もカットボールできました。外へ持っていきましたが入りません。これはストライク。このボールは見送るのが精一杯。次が5球目。際どいがボール。さあフルカウントになった。やはり低めのボール打った。ファーストへの打球、一塁はアウト。その間にランナー進塁しています。まあ今日はねヒット出ませんでしたね。はい、また頑張ってもらいましょう。ファーストゴロに終わっています。松川さん、変えてきましたね。変えてきましたね。まずはまっすぐから入りました。2球目はどうでしょう。変化球打ちました。セカンドへの打球、一塁へ送ります。アウト。セカンドゴロに終わりました。次のバッターを迎えます。畠山、得点圏でのバッティングはどうでしょうか。抑えて勝利とするのか。まず低めから入りました。外へのストライク。ここは追い込んでいます。最後の1球になるか。これも入れた。入るか入るか。入ったか。文句なし入りました。ツーランホームラン。これで2試合連続。センターまっすぐの当たりはものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。今ホームイン。6対2、2点返しました。あと4点差あります。そしてバッターは5番、バレンティ。このツーアウトの場面から意地を見せるんでしょうか。放送席の山口さん。はい。三塁側です。どうぞ。ホームランの談話を取ってまいりました。打ったのはパームボール、バットにうまく乗せられましたということでした。三塁側のコメントを届けてくれました。初球外に来ました。ピッチャーボール球をうまく使います。今日最初の得点をホームランで許しています。まっすぐ持ってきました。外へ2つ続けました。これはボールです。あっと三振。試合終了。結局バットが出ませんでした。このゲーム6対2、タイガーススワローズを破りました。最後は勝って1勝2敗でこの3連戦を終えました。またタイガースファンの期待に見事応えました。これで今シーズンの勝ち星を2としています。投手リレーで逃げ切りました。さあ今日のヒーローです。まず当のヒーロー、その投球成績なんです。先発の登板7回、被安打2、四球1、6奪三振、自責点0、勝ちがつきました。次に打撃成績なんですが、3打数1安打、打点2、バットが触れていました。さあこの2人の活躍が勝利に結びつきました。
さあスワローズ、この後甲子園に戻ります。そしてカープを迎え撃ちます。今日のゲームの解説は達川光男さん、黒木智博さんでお届けしました。楽しい解説をありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。